12球団補強ポイント。埼玉西武ライオンズ、まずは投手陣の強化。特にかつての西武王増田達氏が引退をしたリリーフ陣の層が薄いため、試合終盤をしっかり締めるための強力な中継ぎや抑え投手が求められています。さらに若手素材型の高校生投手を育成していくという長期的な視点も持っており、これによって投手陣の将来性を高めたいと考えられます。次に何より打撃力の向上。西武は打撃力が大きな課題となっており、特に中軸を担える打者の確保が求められています。上位指名では近未来の主軸を打てる野手を確保する方針が強く打ち出されています。次の課題は次世代の二遊間の選手。殿崎修太や源田壮亮といった主力選手が30歳を超えており、彼らに続く次世代の二遊間候補の育成が急務です。また将来を見据え、長打力のある若手選手を育てることも重要視されています。西武の2024年ドラフトでは、即戦力のリリーフ投手の補強、打撃力を向上させる中軸打者の獲得、および次世代の内野手の育成が主な焦点となります。中日ドラゴンズ。中日は先発投手陣の層が薄いことが大きな問題となっています。エース格の小笠原慎之介がメジャー挑戦を視野に入れていることや、2024年に先発したのがベテラン投手が多いことから、即戦力の先発投手が必要です。そして何より左が欲しいですね。続いて野手。チーム全体の得点力不足を解消するため、特に左打ちの長打力を持つ選手の補強が求められています。現状では右打者の強打者が多く、打線のバランスを取るためにも左のスラッガーを育成することが急務です。中日の外野手層はある程度充実していますが、若手の層がやや薄いため、高校生外野手を狙うのもありでしょうか。ブライト健太や鵜飼康介がある程度の目処がつくのならば後回しでもいいですが、20代前半の外野手が岡林だけではちょっと心もとないでしょうか。先発投手の層の強化、打撃力、特に左打者の強化、若手外野手が主な補強ポイントではないでしょうか。オリックス、バファローズ。投手編。基本的に順調な選手が多いと思いますが、山本由伸のメジャー移籍や山崎福也の日本ハムへの移籍、あとは怪我人続出で投手陣に穴が生じました。先発ローテーションを支える投手の層をさらに厚くするため、潜在能力の高い投手の指名が求められています。続いて野手編。2024年シーズンではレギュラー野手が軒並み不振に陥り、得点力不足が顕著でした。特に外野陣で強打が期待できる選手の層が薄くなっているため、長打力のある外野手が補強ポイントか。そして捕手。捕手陣は若月健也や森友哉といった主力がいるものの、将来の正捕手候補の確保も課題となっています。そのためチームは将来性を見据えた大学生捕手の指名もあるでしょうか。ただ昨年は高校生捕手の堀柊那を指名していることもあり、若手捕手の育成プランとのバランスを考えた指名戦略が重要となりそうです。オリックスは先発投手の層の強化、即戦力の強打者の補強、捕手が補強ポイントではないでしょうか。東京ヤクルトスワローズ。投手編。というか最重要ポイントはここでしょう。最大の課題となったのは投手力、とりわけ先発投手の不足です。エースの小川康弘がチームを支える一方で、来季は36歳になるシーズン、次世代のエースと目されていた奥川康信も怪我でなかなか投げることもできていません。他の先発投手陣も安定感に欠けています。これにより即戦力の先発投手の補強が最優先課題となっています。次は野手。打撃面では村上宗隆を中心とする中軸打者が奮闘しているものの、村上は将来的なメジャー挑戦の決定的なため、次世代の主軸打者の育成が急務です。また青木宣親と山崎幸太郎の外野手2人が引退したために、外野手も不足気味でしょうか。誰かをコンバートというのもありでしょうが、内野の中心であるショートには長岡秀樹が定着しているものの、セカンドやサードの層がやや薄くなっています。山田哲人の年齢やコンディションを考慮すると、彼の後継となる若手セカンドの確保も必要です。
ヤクルトはとにかくまずは即戦力の先発投手の補強、そして内野手の層の充実が優先事項でしょうか。東北楽天ゴールデンイーグルス、まずは投手編。2024年は4年目の早川隆久が初の規定投球回をクリアするも、岸隆行や今季は1試合しか投げてませんが、田中将大といったベテランに依存しがちで、若手の台頭が期待されているものの、全体的な層が薄いことが課題となっています。則本昂大が抑えに転向した影響で先発ローテーションが不足気味です。即戦力の先発投手、特に大学生や社会人投手がターゲットになるでしょうか。次に野手編。主軸として活躍している浅村秀人の年齢を考慮すると、後継者の育成が急務です。内野手の層が薄いため、将来的にチームの中核を担える若手内野手の強化がポイントか。外野では辰巳良介が安定した成績を残し、小郷裕也が12球団唯一のフルイニング出場でリーグ2位となる32盗塁を残したものの、外野の選手層は薄いため、特に右打ちの外野手を確保するもの補強ポイントでしょうか。楽天はやっぱり何よりも先発確保が重要でしょうか。広島東洋カープ、まずは投手陣なんですが、投手は即戦力はいらないですかね。9月はちょっとバテてしまったのですが、投手は安定してると思いますので、獲得するとしても将来性豊かな高校生投手になるでしょうか。と、盤石の投手に比べて問題なのが野手。広島は近年長打力の不足が深刻な課題となっています。外国人選手ポジションではあるのですが、ファーストとレフトで長打が打てる選手が欲しいところ。レフトは末金翔太が固定できると解決できるんですけどね。外野手でいうと、主力の秋山翔吾や野間隆義がどちらも年齢が上がっており、将来的にはセンターを守れる選手が補強ポイントになりますでしょうか。さらに左打者が多いだけに、右打者の外野手だとベスト。当然右の大学生外野手を1位指名と言われていましたが、広島はすでに明治大の宗山類を1位指名すると公表しています。確かにセカンドの菊池が来年35歳となり、後継者となるセカンドの育成も重要な課題です。ここは球団の戦略なので外からは何とも言えないですけどね。そして何より宗山はまず間違いなく重複するので、必ず獲得できるとは限らないですが、広島は右の外野手が補強ポイントだと思うんですがね。千葉ロッテマリーンズ、まずは投手から。将来的に必ず訪れるであろう佐々木朗希のメジャー挑戦もあり、先発投手の補強が第一でしょうか。来年5年目になる左の鈴木翔太のリリーフ転向が大成功になったことにより、やはり欲しいのは右よりも左の先発でしょうか。次に野手。二遊間のレギュラーを固定できておらず、守備に強みを持つ選手が多い一方で、打撃に課題がある選手が多い状況です。このため二遊間を補強するために打撃力を備えた選手の指名もあるか。外野陣は荻野隆やポランコといったベテラン勢が活躍していますが、高部明人や藤原恭太も怪我が多いので、将来の中軸を担える選手を獲得するかも。ただロッテは松川幸と高卒1年目の寺地流星の若手プロスペクト捕手がいるので、捕手だけは慌てなくていいですね。戦力補強は左の先発、二遊間、外野の若手をバランスよく指名できるかどうか。横浜 DeNA ベイスターズ、エースの東克樹と外国人投手のジャクソンは先発で安定していましたが、2024年長い先発で見ると、先発中継ぎともに投手陣の安定性に課題を抱えていました。特に中継ぎ左腕は通年で坂本裕也のみという試合が多く、左の中継ぎを補強したいところでしょうか。続いて野手。先に言っておくと、捕手は山本雄大ががっちり正捕手に座っているし、松尾志音も控えているので捕手は余裕があるでしょう。現状は牧秀悟がセカンド、宮崎敏郎がサードのレギュラーですが、この2人が怪我など離脱した際に大きな戦力ダウンが懸念されています。特に宮崎は来年37歳の年齢となるので、将来を見据えた若手内野手を補強したいところでしょうか。外野手はある程度層が厚いものの、左打者が多いため右打者の補強も考えられます。 DeNA は即戦力投手の補強、内野手の層の充実、外野手の若手補強を目指したいところです。北海道日本ハムファイターズ、
先発投手の層が薄いため、即戦力となる投手の獲得が急務です。伊藤大海が最多勝、山崎福也、加藤貴之のベテラン左腕2人は健在ですが、先発にもう少し厚みが欲しいでしょうか。金村翔真と北山紘輝もいい投手で期待したいですけどね。また長期的な視点で見ると若手投手の育成も重要であり、将来性のある高校生投手も指名候補に上がっています。それにしても根本遥には期待してたんですが、今年はどうしたんだろう。ショートやサードの層の薄さが明らかで、特にショートの強化が必要とされています。水野達樹に上川端大吾ならまた行きがショートの候補ですが、確固たるレギュラーを固定できていません。そこで守備と打撃で即戦力となる選手の指名が期待されています。外野手では特に将来の中心選手として期待される高校生スラッガーの補強がポイントになるでしょうか。日本ハムは投手、内野、外野のバランスを取りながら、即戦力と将来性を重視した補強がドラフト戦略となるのではないでしょうか。阪神タイガース、まずは投手から。阪神の投手は盤石と思いきや、意外と主力を担ってきた投手が高年齢化しつつあり、若手も若干伸び悩んでる印象があります。あとは一部リリーフの金属疲労が心配なところですので、投手は当然何人か補強したいですね。そして問題の野手、センターラインの強化、特にホスト二遊間、これに尽きるでしょうか。まずは二遊間ですが、二塁は中野拓夢、遊撃は木浪聖也と小畑龍平が守っていました。2023年好調だった中野と木浪が今年ともに不調、小畑も怪我をしてしまって打線の穴となってしまいました。直近2年間のドラフトで高卒ショートを3人獲得していますが、一軍では正直まだまだでしょう。そこで高寺望をと言いたいのですが、今年一軍の試合出てないのでわからない。セカンドも同様です。中野の不振が今年だけなら問題ないですが、星も同様の問題です。梅野龍太郎、坂本誠志郎の2枚が不振、坂枝裕樹、中川隼人が2軍で好調だったものの1軍でほぼ使われなかったのでわからない。ただ捕手はそもそもの絶対数が少ないので指名自体はするでしょうけどね。あとは左打ちの外野手、近年は右打者を優先的に獲得してきましたが、バランス的に左の特に外野手が少なくなってきました。ここも補強しておきたいですね。阪神は投手にセンターラインの選手、左打ちの外野手と即戦力と将来性のある選手をバランスよく獲得できるかどうか。福岡ソフトバンクホークス、ソフトバンクはモイネロの先発転向、スチュワート、ジュニアの成長などで強力な先発投手陣を誇っていますが、やや先発の年齢層が高めになっています。それでもファームで好成績を残した投手をシーズン終盤で1軍で先発させるなど期待の若手が多いのも事実、喫緊の課題とは言えないでしょうか。続いて野手、課題はやはりこちらの方が大きいでしょうか。今宮健太が長年ショートのレギュラーを務めてきましたが、年齢とコンディションの問題を考えると次世代のショートが必要です。現在もイヒネ、イツアなど有望な選手はいますが、チームの内野をさらに安定させるためにも守備力と打撃力を兼ね備えた内野手の補強が重要視されています。あとは外野手が高齢化しつつあるので、この辺りが補強ポイントですかね。正木智也、柳町達、笹川よし、安らがより成長したら大丈夫ですけど、ソフトバンクは先発投手陣の強化、内野手の補強および将来を見据えた外野手が補強ポイントではないでしょうか。読売ジャイアンツ、投手編から。菅野智之、戸郷翔征の先発2枚看板が安定していた2024年ですが、菅野が今オフにメジャー挑戦を視野に入れていることから、先発投手、特に左腕の即戦力先発投手が指名されると予想されています。続いて野手編、現状ではベテラン捕手に依存しているため、将来を見据えた若手捕手の確保が重要視されています。支配下での捕手も6人だけで絶対数が足らないというのもあるので、高校生の捕手の指名はあるかなと思っています。次に内野手、岡本和真をはじめ内野手には実力者が揃っていますが、その岡本も将来的にメジャーに挑戦するかと言われています。その後継者となる選手も補強しておきたいところです。
外野手も浅野翔吾が出ては来ていますが、丸吉弘がもうベテランの域に達しています。外野の層を厚くし、将来のレギュラー候補を獲得するのではないでしょうか。巨人は即戦力投手、若手捕手、内野手、外野手の強化がポイントになるのでは。以上、12球団の個人的補強ポイントでした。普段ずっと見てなかった球団はやっぱり難しいですね。間違ってることがあれば容赦なく突っ込んでください。やっぱり自分のひいき球団だけにすればよかったかも。それでは今回の動画はここまでです。今後もこのように野球の歴史や出来事について解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録やいいね、コメントなどご支援いただけますと幸いです。また X でいろいろとプロ野球のデータをポストしていますので、もしよろしければそちらもフォローをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。